はじまきゅんしろーです。雑談でも雑談するかって言うとみんな見てくれねえんだよ、クソが。ということで怒るよ。知らんめんりくんのあの土の動画あるじゃないですか。まああれ見てどう思ったか、俺が面白かったって思ったんですよねって言って、まあなんか虐待動画じゃないかって言ってるけど、え、虐待って何なんだろうなって思うんすよ。あれってそのおばあちゃんを騙してるわけでもないし、しっかりとその前でね、おばあちゃんこういうことするけどいいって承諾を得てる時点で虐待じゃないし、虐待っていうのはね、まあ俺が前妄想で動画撮ったんだけど、はい、ということでね、あの巣鴨でお買い物してるジジイババアどもに、バフンを食わせていきたいと思いますみたいなのが虐待だと思うんだよね。もうそれは単純に犯罪だけどね。そういうことじゃないの。虐待ってこっちからこう一方的にこうやってやることが虐待じゃん。おばあちゃんのあれが虐待動画かっていうとそういうことではないと思う。うん。まあ衛生管理だが、で、それで、で、お前がやられたら文句言うんだろって言われても、言われないと思うよ、多分。いやだって、スーパーカップには入って、いや土じゃんってなるじゃん。食わないじゃん。文句なんかみんな言わなくないって思うの。それはね、土食え食え食えって、ってなるんだったら文句言うよ。でも、それはそういう動画じゃないじゃん。土食べて、なんだよこれみたいな感じで言ってるわけじゃん。で、おばあちゃんもおばあちゃんで優しいから、多分なんか、取れ高とか気にして食べちゃったのかもしれないわけじゃん。事前に報告してるのに食べなきゃいけないのかなって。食べたらでも寿司ラーメン陸の数字ってやつが伸びるからっていうおばあちゃんの優しさもあるかもしれないじゃん。そういうところで食べちゃったって。で、見てて不快でしたっていうやつにも言いたいんだよ。いや、タイトル見てからあの動画はおばあちゃんが土食べちゃったみたいなタイトルじゃん。それならなんで不快な気持ちになりたくて来てんだよって。で、なんでタイトルとサムネイルがあるかっていう理由をみんな気づいてほしいんだよ。あ、この動画見たくないなって思うためにあるんじゃん。うわ、不快だから不快だってコメントしてやろうって、なんで見るんだよって話。ただみんな本当にディスりたいだけでしょ。最近もなんか、藤井五段が1000円のカレー食って叩く人がいて、生意気なガキのくせに、とか言ってね。むちゃくちゃだからな、世の中。叩ければ何でもいいんだよ。で、理由っぽいもの作ればいいんだよ。みんな理由つけなきゃ叩けないでしょ。だって自分がおかしなやつになっちゃうんだよ。理由をつけるによって自分を正当化するんだよ。あの動画。そういうことだから、なんで理由つけるかって、そのね、そのコメントにもあったんです。白目にリクの、その動画のリクさんのコメントにもあって、単純に、批判されて理由は3つとか言ってね、めっちゃ寒いやついたの。いや、理由は単純明快1つです。日常生活におけるストレスの発散方法で、自分は頭が悪いから人を愚痴ることにしかできないと。それだけなんですよ。モラルがどうのこうのだとかさ、なんだよって思うわけなんだよな。むちゃくちゃだよな。お前ら何が見てんだよって俺言いたいの。そういうやつはなんだお前らヒカキン見て満足してんのか、ヒカキンさん見て満足してんのかと。で、ヒカキンさんの配慮の母配慮を見たってまだ言ってくるやついるでしょ。もうむちゃくちゃだよなあって話。いや、それはなんかもう影響力のある人物としてとかじゃん。むちゃくちゃだよってことですよ。なんかもう、あれだよな。みんなの鬱憤晴らす場所だから、ねえ。それが YouTuber なのかっていうと俺違うと思うけどな。まあみんな文句言いに来てるけど、その人たちの意見なんか本当は聞かなくていいんだよ。だって、寿司ラーメンリクさんのあの土の動画だって、高評価5万、低評価9000です。たった9000ですよ。ねえ、再生回数130万回くらいですよ。100分の1、ん ?120 分の1くらい ?150 分の1くらいかな、わかんないな。150分の1は言い過ぎかな。150分の1くらいなんですよ。そうかな、わかんないな。
だから消さなくてもいいけど、まあ消すっていうのは単純にあれね、みんなが不愉快になるからって理由でリクさんも消してないけどね、あれ単純に。単純にもうこれ以上アンチコメント来てほしくないから消したんでしょ、うん、それは思いますよ。うん。いや、まあ消した方がなんか何かと都合がいいからね。うん。ずーっと言われ続けるもん。でも消す方が正解だけどね。なんかもうあることないこと言われ始めて、なんかまた、あの煙理論が出るからね。煙のないところには火は立たない理論みたいなのができてね、むちゃくちゃだからね。水庭さん、確かに水庭さんがね、女子高生をなんかそ の学校に行った時にはうーんと俺は思ったよ。女子高生の学校には行ったってわけじゃないぞ。女子高生が嫌いって、水庭さんのこと嫌いって言ったツイートに対して、はい、あなたの高校に、はい、あのメールしますよ、教育委員会にも言いますっていうがあって、それはやりすぎかなって思ったけど、島田さんの件でも、あ、水庭さんが思ってもだなって思ったのに、おい脱線してるぞ。いや、でもなんか火のないところに煙は立たないってね、ほんとお前いつの時代生きてんだよって話だからな。今 IH あるぞ、ガスコンロの時代か、お前 IH あるぞ、今もガスコンロだけどなーって話じゃん。お前マッチの時代なんかみたいな、なあ、面白いけどね。火のないところに煙は出てねーって。悪魔の証明って言ってたから、すごい水庭さんの言うことには賛成できた。うん、その、島田さんの件はね。うん、だってひどくね？うん、あの、すぐ謝れって言うじゃん。お前、どんだけ謝らせたいんだよ。だから俺は本当そういう YouTuber に向かないなって思うんだよね。俺だったら全面戦争じゃって言っちゃうような、頭のね、あの短気なやつなんで。あと最近変ななんかやつに死ねって言われたんだよ。マジムカつくよな、自分の思い通りにいかないからって。ほんと死ねや、マジで。俺は怒ってるからな。もう、まあ俺は優しいから、もうそいつが求めてる、これ名前も読めねえし、なんかどこ、韓国か中国かよくわかんねえところの漢字使いやがってよ。お前日本人なのかよ、まずそもそも。まあ、変な。始ま、死ねって言って。で、12時間前、今寝てるや。こいつ何笑ってんだよ、フレコ教えてって言って。あと、はじまじゃなくて、はじまなって言ってるの、こいつ。俺の感じははじまだよ、バカ野郎。なあ。なんか気持ち悪いやつ湧き上がって。うん。俺の本来の姿、こういうやつだからね。うん。俺、猫かぶってますから、全然普通に。みんなに優しくしてるけど。でも俺のね、なんか怒ってるとこ出したらみんなもね、いい気持ちにならないでしょって話。まあ寿司ラーメンさんの件は、まあスラーさんの件は、うん、まあ、炎上しなくていいけど、なんかすごいよね、もう YouTube のみんなもう常時なんか油かぶってる状態だよね。ちょっと火花がブワーってなる感じじゃない？みんななんか油塗りたくってるような状態じゃん。なんか、もうなんかもうアンチに何もしてないのにもう油もうかけられてて、はい、ハッピーじゃーみたいな感じじゃん。ひどすぎじゃない？だってなんか。だったらもっとヒキトラハウス叩けよって。なあ、昔になんか青木原樹海の動画でなんかその、車オタクの人になんか邪魔しねえみたいな感じに言ってたり、口悪かった時代あるしさ、もっとそういうの叩いていこうよって思うよな。やっぱ嫉妬なんだよ。ヘキドラハウスって結構ゲテモノ系 YouTuber だからさ。いや、だって寿司ラーメン肉くんってすげえじゃん。あの18歳の若さでチャンネル登録者200万人です。大学も合格できてますよ。もうこの先の人生もう羽根分じゃないな、もうなんかもう順調すぎる人生じゃん。で、真面目に大学行きますって言ってやってる。そりゃ嫉妬するわなって思うよ。
俺はしないよ。だってすげえって思ってるもん。俺も最初高校生の頃見たんすよ。僕が高校生の頃じゃなくて、白面陸が高校2年生くらいかな。うん、去年です。去年から見始めたんですけど、去年は嘘だな。うん、去年くらいか去年って一昨年だな。うん、一昨年くらいから見始めたんですけど、どうせなんか周りの高校生 YouTuber クソつまんねえし、こいつもつまんねえだろうな。あ、つまんねえ。うん、つまんない。あれ、お世辞にもつまんねえって言えねえ。面白え！ってなってって、スラー君を見るようになったんですよ。やっぱ面白いんすよ。で、本当になんかね、自分の雰囲気を持ってるっていうかね、すごいんすよ。独特の雰囲気があるんですよ、あのスラー君の動画には。見ててほっこりするような動画だから。昔のラファエルさんの動画にも雰囲気があったじゃん。なんだろうな、その場の空気があるんですよ。その動画を見てて何か伝わってくる感じ。昔のラファエルさんもなんかそれがあったんですよ。今はないですけどね、森脇さんばっかとなんかつるんじゃって。昔のラファエルさんは独特の雰囲気があって、今はないですね。今 BGM 頼りなところはあるよな。昔は本当にあの緩い感じが好きだったな。でも今も好きですけど、ラファエルさんはね、よりラファエルさんの面白さが出てて俺はすごい好きです。今は今でね、面白いもん、ラファエルさん。昔はラファエルさんの面白さっていうのはあんまなかったかもしれないけど、でもな、ラファエルさん忙しいからな。昔みたいになんか雑談みたいなの俺見たいんだよ。ラファエルさんの雑談めちゃくちゃ面白いんだよ。あれ、ヒカルさんのツイキャスと同じくらい面白いんだよ。マジラファエルさんどんどんツイキャスしてほしいわ。本当にね、面白いんすよ、あの人のあのサブチャンネル。あの理不尽シリーズとか結構好きなんだよね。いや、こんな田舎なのになんでレンジで温めますかって言うんで、今から家帰って弁当温めて食うのかみたいな。なんかそのラファエルさんが頭良すぎるがゆえの悩みみたいな、なんかそういうのありますよね。あとツイッターで笑ったのは、なんか前のサラリーマンがなんか、まあモスバーガーかな、モスバーロッテリアか行った時に、前のサラリーマンがね、あのメロンソーダ頼んでたから、はなんか母子家庭なんだろうなーってツイートしてて、どういう発想でそうなるんだよって思って、面白いなって。でやっぱ面白いですよ、ラファエルさんはっていうね、脱線しすぎです。でやっぱ好きなんですよ、その2人は。うん、でぶっちゃけ有名になる人ってやっぱ自分の空気を持ってるんですよね。でも俺ヘキトロさんの昔の動画全然好きじゃないですけどね、今の動画の方が好きです。やっぱね、丸くなって正解だよね、やっぱ。うん、丸くならなきゃ本当にうわーっていう手段だからさ、面白いんですよ、ヒトラハウスさんは。今は昔が面白いって言ってるやつさ、ただ子さんぶりたいだけでしょ、古株ぶりたいだけでしょ。俺全然古株じゃないし新参者ですけど、今の方が面白いなと思いますよ。見返してみてね、やっぱりその炎上してやろうとかそういうので食ってってやろう。でもまあそのアグレッシブルやその噛みついていこうっていう気持ちは昔の方が全然ありますけど、えぐすぎる内容が、うん、ちょっとね、俺はやっぱそのそういう汚い系とかグロい系には耐性がないんで、そういうの見てもうわーってなっちゃって引いちゃうんですよ。この顔つらしてんのにな、自分のこのモニターさ、あの動画のモニターでお前毎日ドン引きしてんのかっていうね、つらしてますけど、うん、すごいね。もうスポイトで油をチュン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 ってしたって感じのようなね、テッカテカな顔してますけど、油ギッシャーですよ、本当に。さっきから何してんのってね、布団の毛玉を取ってるんだよ。うん、あ、じゃあ15分で1回切るか。うん、なんで切んのって。長くなりすぎたらみんな見ないじゃん。俺も見んのだるいもん。